はい、こんにちは。ふくらはぎ、おもみのさいくんです。はい、今日もね、おはがき読んでいきたいと思います。はい、5つ目、サッカー部に所属していますが、部活で3番目くらいのうまさです。プロになりたいんですが、どうしたらいいでしょうか。わあ、3番目微妙ですよね。サッカー部でね、全国どこでも毎日練習してますよね。ほぼ全員です。だからね、みんな練習時間同じなんですよ。じゃあどうやって上に行くかって言ったらね、練習における意識を高めるしかないんですね。じゃあどうやって意識を高めるのかと。これやったらどうかなってあるんやけどね、聞きたいですかね。こうちょっとトリッキーで誰も思いついてない方法だと思うんですけど、ふくらはぎをね、はい、次のおはがきです。クラスでいじめが流行ってます。私がやめろと言ったら自分に飛び火しそうで怖いです。どうしたらいいでしょうか。難しいですね。段階を追っていきましょう。いきますよ。1つ目はね、先生に、2つ目は教育委員会に相談。これどっちも当たり外れあります。3つ目はね、弁護士に言う。これ裁判したいんじゃなくてね、彼らはね、交渉してくれるんですね。相手あってのことですから、交渉で解決します。それでもダメだった時の4つ目はですね、これでダメならもうどうかなと思うんですけどね、ふくらはぎ。